箱フグ科はフグ目に属する海水魚のトガの一つ。皮膚に骨盤が発達し、多数が絡み合って、全身を走行する硬い甲羅を構成している。全体は箱状となる。フグ科魚類と同様に体型は丸みを帯びる。色も美しく、体型や泳ぎの様子の愛らしさから観賞魚として飼育されることもある。歯はフグ科やハリセンボン科、マンボウ科、 うちはフグ科のように全部が融合して、ペンチ状の指板を形成することはない。むしろ同じ、フグ目の皮はぎかなどと同様、くちばし状の糞の先端に、のみ状の刃が集まった形状になっている。焼くと骨盤は容易に剥がすことができるため、一部の地方では昔から微味として好んで食用にされてきた。例えば、長崎県の五島列島では、カトッポと呼ばれ、焼いて、 腹部の甲羅を剥がしてから、味噌や薬味を入れ、甲羅の中で身と和える調理法が知られる。元は漁師料理で、現在では観光客らにも提供されている。同地では、米を午後を食べられるほど美味しいという意味で、ゴンゴブと称される。毒を含むことがあるぬめりを落とすため、皮をたわしなどで洗ってから調理される。一般的にフグ毒として知られるテトロドトキシンは持たない。だが、 パリトキシンに類似した毒性物質を体内に蓄積していることがある。これは、アオブダイや草シハギなどと同様に食物連鎖を通じて蓄積されると推測される。この物質は口述のパフトキシンと違い食用部分に存在しており、重篤な中毒を起こすことがある。厚生労働省から2002年から2007年に、このパリトキシン様毒を持つ個体による5件9名、 死亡一名の食中毒例が報告されている。また骨盤による走行とともに、サポニンに類似し溶血作用のあるパフトキシンという物質を皮膚から粘液とともに分泌し、捕食者からの防御を行っている。そのため、水槽内での不要意な刺激によって毒が海水中に放出され、他の魚が死滅することがある。その毒で自分も死ぬことがある。 食品衛生法に基づく厚生労働省通知ではハコフグについて肝臓及び卵巣、皮を食べられない部位としている。6属25種が属する。ありがとうございます。